可愛い。二人でいいよ俺。Thank you.
どうでした？楽しかったですか皆さん？楽しい。イエーイ、よかった、ありがとうございます。今日はフィードバックエッセンジボリューム61にお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは部門自己紹介をしたいと思います。はい、担当から緑リッスンコタリスです。自己紹介してないの忘れてて、さっき普通に喋ってすいません。はい、許してあげる。ちょっと今は暑くないので、そんなに暑いといいけど、そのなんていうの、暑いよね。違う、なんかこう、ね、涼しい風があるので。そうね、そう、さっきよりも暑くなるタイミングが遅いと思うので、もっと盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。せーの、リッスン。ありがとうございます。はい、レトさんとアマちゃんことマネです。疲れてんの？うん、うん、そっか。テンション低いね。いや、嘘だよ、うん、暑さにやれたんだよね。暑かった。うん、そう、分かる。俺もみんなも、みんなの方が多分ね、直射日光を浴びてたからね、暑かったと思うので、みんながこうやって来てくれてるから、文句言わないで頑張ります。頑張ってください。せーの、あまちゃん。ありがとうございます。はい、紫担当夏です。今日はすごいバンダイの時暑くてやばかったんですけど、そう、バンダイ以上にもっと熱くなればいいなと思っています。よろしくお願いします。せーの、せーの、ネオちゃん。ありがとうございます。生きにく。はい、リーダーの担当からイエロー、あーちゃんことアリサです。さっきバンダイの時に、そう、みんなが言った通り熱くて、あの声の消し変化をやったんですけど、あバンダイのステージで、あの途中で酸欠になり、あのなんか倒れそうになって、ああみたいな、そうそう、ああみたいなって、振り付けをちょっと忘れちゃってね、リストに笑われたんですけど、あのね、ここはもう振り付けまだ今のところ間違ってないので、最後まで間違わずに、みんなと一緒に、うるさい、みんなと一緒に楽しく最後まで楽しんでいけたらなって思います。よろしくお願いします。せーの、ありがとうございます。はい、私たちプリンシパルエクスクラメーションです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ここでね、ちょっと告知いつもするんだけど、うん、その前にちょっとね、さっきの、そうね、さっきのね、ちょっとみんな気になってるからね、そうそう、説明しとこう。あれはちゃんとグーロで決めました、あのメンバーをね。グーロって絶対わかんない人いるでしょ。グーロ、グーロ、グーロっぽだよね。グーロ派だよね。なんだっけ、なんだっけ。ね、やだ、絶対に言えない。住んでるところがバレるし。おっさんわかんない。あのグーとパーでまあ分けるんですけど、パマッカだ、よくわかんない。同じグーロ、グーロでね、グーロ、グーロ、グーロッパとか。アマ、アマは内緒。なんだっけ、なんか、え、でもグーとチョキなんだよ、確か。あ、そう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 。グッチョ、私たちと言い方違うんだよね、グッチョも違うよね、うん、そうそうそう。まあまあまあ、そういうことなんで、まあ、それで決めたんです。違うよ、グーとパーだよ。グーとパーなの、あれ、うん、え、そう、なんでもいいよ、もう。まあ、まあ、まあ、いつか、いつか、ひ、うん、ショールームでやろう。え、わかった、じゃショールームでやろうね。みんな、そしたら、今ここにいる人全員見るから。そうだね、じゃあ、うん、うん、じゃあショールームでしようね。はい、そう、それでね、ここグーとパーに分かれてやったんですけど、私はあの絶対リッスンとはならないと思った。そう、私も思った、すごい思った。もう絶対ないなと思って。多分絶対、そう、絶対こう、私緑となると思った、なんとなく。わかんないかな。うん、あー、ちょっとリッスンとか違う、なんか私とあちゃんとなったらなんか嫌だって言って、もう一回やろうって言うと思って。でもなんかでも一回勝負だなと思ったから。あ、そうだね、かった。だってさ、なんか嫌だからやめるとか違うじゃん。そういう一発女のなそう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 だから、そう、やったらリースンとなって。そうそう、まあ、ほんと、でも先に披露したのそっちだから、なんか、うん、そっちお話する。なんかある。なんでメロディーギーザーやったの。あ、そう、それ聞きたい。なんで、うん、な、あの、なんだっけか、できる曲の、あの、もうやった曲の中で、ね、激しいのはちょっと、ね、2人だとね、厳しいから、あの放送事故みたいになるので。そうだ、生放送だから、ね、しっとり系にしようってなって、なんだっけ、メロディーとブランニューワンダーランドか、メロディーゲザーで迷って、うん、ブランニューは、なんだっけ、ポーズがいっぱいあるみたいな。そう、最初のね、ポーズがいっぱいあるからどうしようってなったんだけど、メロディーもあったっていう。メロディーもあったんだよね。そうなんですね。そう、で、
さっきそうギリギリまで決めてなくて、トリクラのポーズにするとか言ってそうチャリで鍛えたかったんです。チャリで鍛えたかったの。本当はチャリだけどちょっと世代的に分かんないかなと思ってちょっとやめた。そうそうちょっと分かんない人がいるかなと知らない人です。チャリで来たをやりたかったね。チャリで来た。そう、うちらは私とあっちゃんはあのまだこれこのメンバーでやったことがねない曲をやろうってなって、うん、それがなんかまあ限られてて、そうでちょっとファイナルファンファレもあったけど二人はちょっと、そうでもファイナルファンファレもやりたかったんだよ、ね、やりたかったんだよ、やりたかったんだけどちょっとね二人は結構きついかなみたいな。しかも私たちあれ踊りたい方だしね。そうそうそう、歌うよりそうそうそう、踊りたい好きなんだから、そうだからあのティーンエイジャーをねしようってなったんですけど、そうそう涼しかったでしょみんな。そうセピアからいい具合に涼しかった、涼しかったでしょ、うん、答えづらいえでもどうですね、ティーンエイジャー全然冬からやって、冬っていうか3月ぐらいからずっとやってなかったから初めて見た人も多分いっぱいいたと思うんですよ。どうでしたかティーンエイジャー、撮影会してないで話を聞いてくれ、ちょっと ありがとうちょっとありがとう、拍手をくれた。ナツがティーンエイジャー好きな話するから。あ、いいよ、待ってるよ。小指どうしたんいいよ、ティーンエイジャー好きな話。ナツ、あのね、あーちゃんとリスンがティーンエイジャーいるって言った時それ好きっていうのをそーっと私に言ってきました。何その話なんか普通にティーンエイジャーが好きで、うん、あのね、オタクの頃からそうねそう好きだったので、なんかごめんちょっと遮るけどさ、すごいずっと首立ってんのさ、多分それだよね。なんか可愛いよね、可愛いよね。いやなんか最近小指立っちゃうね。じゃあ、うん、写真撮られちゃう。閉じてちゃんとね。え、そう終わり。そうティーンエイジャーが好きでなんか二人っていうのが初めてだったから、そうだ、ね、すごいなんだろう、新鮮で嬉しかった。そう楽しみ、そう見れて嬉しかった。そーっと私に。あ、そーっと言えばいいのにと初めて聞いたもんね。だからここで言ってあげようと思ってちょっと、うん、ありがとう話を持ってたのね。そう急に告白されちゃった多分リスンにではないから大丈夫。リスンじゃないから、ティーンエイジャーへの告白。そうティーンエイジャーへの告白だから。俺も好きだよ、ありがとう。私違うちょっとすごい話しちゃったから次の曲に行きましょう。違う、あ、告知しよう。そう大事な告知がありますからね。もう言ったけど、まあ、今日さ、定期ライブだから自分が持ってる告知しよう、うん、いいよ、自分が、じゃあどうぞ。自分が持ってると、自分のところに書いてある告知をしてください。私は一番最後。今日さ、ちょっと、はい、多分ね、アマかね、夏どっちかからだよ。じゃあみんな遅いので先に話します。おはい、日付おかしくなっちゃう。どっちも大、とっても大事だからね。今日が何日？8月23日火曜日、おお、イオンモール新潟南店マリンステージにてアイドル祭り2016エリア代表決定戦、イエーイ、イエーイ、ほら、行きます。こちらのイオンに来ればお金払わなくても見れるので、ぜひ応援して、応援しに来てください。よろしくお願いします。お願いします。中尾ケミカリ、だってな、東京ドームシティホールにぶっ殺してやるよ、ケミカリなんて。絶対行くもんね、うん、はい、どうぞ。私後だからいいよ。次、8月14日アマが喋るから待ってて頑張ります。越後鴨川夏祭り音の細身、あれ、あ、間違えました、間違えました、もう一回いきます。どうぞ、頑張れ。8月14日日曜日越後鴨川頑張って、可愛いから言う。いやいや、越後鴨川夏祭りと、うん、と音の細道アット桃源郷があります、うん、イエーイ。このお祭りは、ケミカリさんとあとシースタイルさんも来るので、あの2組ともすごいので、うん、ぜひ見に、まあ、プリエクも見てほしいんですけど、他の2組もちょっと私的に見てほしいですので来てください。よろしくお願いします。はい、次、はい、サクサク行こうぜ。サクサクってかもうこれ最後なんですけど9月3日土曜日、私の生誕祭を迎えます。やばい、嬉しい。あ、もう泣けるもう泣ける。19歳になるんですけど、あとあれなんだっけ、3回目の生誕祭なんですけど、うん、うるさいね、本当にさっきから怒るよ。そう、1回目と2回目は、その生誕の時にソロ
甘夏もやったけど、マリスもやったけど、ソロ曲を歌ってたんですよ、カバー曲なんですけど。でも今回はちょっといろいろチャレンジしてみようと思って、なんかソロもあるんですけど、まあメンバーとだったりとか、まあ、違うグループの、まあ、様々なコラボが見られるということで、ということなので、それはないそれはない坂田さんは常にショールームでソロやってんじゃん。ちょっともうこの人にしよう、あとでぶん殴られる、うんうん、私も悪くないけど喋った人が悪いんだけど、まあ、そうで、予約特典は、ちょっとまだ試し中でうまくできるか分かんないから、うん、なので決まり次第またツイッターなどで報告するので、皆さんぜひたくさんの予約をして遊びに来てください、はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、そして今日の物販は、まあさっき売っていたものと、あと物販今日ではないんですけれども、今日の夜にタオルの、デザインの画像がツイッターに上がるので、皆さん そのタオルはその鴨川、あ、そう鴨川いちご鴨川夏祭りで、そこからね、先に予約してくれた方は、ね、機会もあるので、皆さんぜひ遊びに来てください。そして、物販もお話だけでもちょっと嬉しいのでお話だけではちょっと嫌だけど、まあ、ぜひお話だけでもぜひ遊びに来てください。お願いします。お願いします。はい、じゃあ次はね、まあ、ラストの曲になるんですけど、ありがとうございます。今日はおとぎんさんが新曲を初披露するということで、そうですね、その前に、その前にね、一発うちらがね、こう会場を盛り上げてから、そう、受け渡したいと思います。それでは最後の曲盛り上がっていきましょう。聴いてください、サマーヴァンパイアガール。キーヤ、また今年も夏がやってきたわね。お嬢様、私たちは夏
とうございます。以上、私たちプリンシパルエクスクラメーションでした。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。